付属図書館研究開発室の西岡と申します。私からはオープンサイテーションの実践として、京都大学図書館機構における企業論文のオープンサイテーションに向けた取り組みについてご報告させていただきます。京都大学図書館機構では、2020年度から学内で刊行している企業を対象としてオープンサイテーションの施行を行っています。具体的には京都大学大学院教育学研究科起用と京都大学人文学研究所が発行する人文学法を対象としています。一般的に起用は特に人文社会学系分野において重要な研究成果の公表の場であり、機関リポジトリがプライマリーな公開場所として利用されていることが多いです。しかし、引用文献をオープンサイテーションにするためのリソースやノウハウは商業出版社などと比較すると少ないのではないかと思います。引用データは知識体系を示しており、文献のオープンサイテーションを進めることは、その文献を既存の知識体系へ埋め込むことであると言えます。また、商業出版社では組織化した引用データを各文献のページで表示し、リンクを付与することで研究の検証可能性の向上に寄与しています。それに対して機関リポジトリではそのようなリンクの表示はあまり行われておりません。この試行では学内の企業を対象としてオープンサイテーションを進め、機関リポジトリで引用先文献へのリンクを表示して知識体系を提示することによって研究支援につなげていきたいと考えております。今回、人文社会学系分野の起用のオープンサイテーション施行をするということで、まずは人文社会学系分野と起用でどの程度オープンサイテーションが普及しているか見ていきたいと思います。こちらの表は以前行った日本の学術出版物におけるオープンサイテーションの状況の調査の分野別の結果を示したものになります。この調査ではクロスレフ DOI が付与されている各分野の文献のうち、どのくらいの割合の文献がどの文献を引用しているかといった引用データをクロスレフでオープンにしているかを明らかにしました。オープン状況については、オープン、クローズド、未整理、非存在の3つに分類しています。オープンは引用データを公開、クローズドは引用データをクロスレフにありますが、非公開に設定されていることを意味します。未整理非存在は、引用データがクロスレフに登録されておらず、どの文献を引用しているといった情報が整理されていない、または文献が引用を全く行っていないということを意味します。例えば、芸術分野では、6162件の文献のうち595の文献、すなわち、括弧内の数値の 9.66% の文献が引用している文献についてのデータをクロスレフに登録してオープンにしていることを意味します。結果として、赤い行がオープンの割合が高い分野、青い行がオープンの割合が特に低い分野となっております。で、青い行の分野を見ていきますと、歴史、哲学、政治など人文社会学系分野のものになっています。これらの分野では未整理非存在の割合が非常に高く、他の分野と比較すると、引用している文献についてのデータが整理されていないという課題があります。また、起用のオープンサイテーションについても調査を実施しています。で、ここでは、起用は大学等の研究機関が発行する、学術雑誌を意味します。で、先ほどの繰り返しになりますが、これらは機関リポジトリがプライマリーな公開場所となっていることが多いです。で、このことから起用に注目してオープンサイテーションの状況を調査しました。大学が出版社となっている文献は起用論文であるという、想定のもと、調査をスタートしました。で、まず文献の出版社名に、ユニバーシティまたはカレッジが入っている文献を抽出しました。出版社名のうちこれらの単語が入っているものは26件存在したのですが、そのうちの18件はオックスフォード大学出版局といった出版社や学会などでした。で、これらを除いた機関リポジトリを利用している8件の出版社を調査の対象としました。で、これらの8件の出版社は、合計6572件の文献を、クロスレフ DOI を付与して出版しており、そのうち約3分の1の文献が、引用データをオープン、18.69% がクローズと、で約半数が、未整理、非存在に分類されることが分かりました。で起用は、いずれもオープンアクセスであるのにもかかわらず、引用データをクローズとにしている文献が存在することが分かりましたので、オープンサイテーションの方法についての認知の向上が求められると言えます。一方、割合に注目してみますと、半数以上の文献が引用データの組織化を行っていることになりますので、実は比較的進んでいるのではないかと言えます。しかし、京都大学はこれらの出版社に該当しませんので、今回の試行を実施することにいたしました。でまた、趣旨説明でも述べましたが、論文など学術出版物をオープンにする際に、その出版物が引用している出版物のデータもオープンにするといったようなことが求められるようになっています。で、趣旨説明でも触れましたが、オーシンを中心とした、オープンアクセスを推進するイニシアティブであるプラン S では、オープンアクセスリポジトリの要件として I4OC の定める標準に沿って引用データをアクセス可能にすることを強く推奨しています。で、こういった動向も試行を行う動機となりました。で、前置きが長くなってしまいましたが、こちらは試行の手順を示したものになります。まず対象となった起用論文の引用データの組織化を行いました。で、ここで組織化とは、ペローニ先生に示していただいたオープンサイテーションの原則のうち、引用データをストラクチュアル、セパラブル、すなわち、構造的分離可能にすることを指します。で、こちらについては外注することによって実施いたしました。続いて引用データを公開します。で、これはオープンサイテーションの原則のうちオープンに該当します。で、オープンにする方法としては様々なものがありますが、文献のメタデータに引用先文献を登録したりすることや、ウィキデータや先ほどペローニ先生にご紹介いただいたオープンサイテーションズが運営する基盤で引用データをオープンにすることが考えられます。で、最後に引用データの利活用ということで、今回の試行では、機関リポジトリで引用文献リストと、各文献へのリンクを表示することによって、研究の検証可能性の向上に貢献したいと考えております。また、これは試行で行うことではないのですけれども、軽量書士学であったり、学術情報探索など様々な用途で利活用されることを期待されています。本来であれば、こちらの黒い矢印の通り、引用データの組織化、公開、利活用の順に進めていくべきなのですが、今回の試行では、こちらの引用データの公開までに少し時間がかかりそうということもありまして、先に機関リポジトリでの表示を行っております。で、先ほど申し上げた通り、引用データの組織化は外注することによって行いました。で、外注に際しては、仕様書を作成したのですけれども、仕様書で入力をお願いした項目は、このスライドと続くスライドに記載されているものになります。まず、引用元文献については、識別子のみ入力をお願いしました。引用先文献については、引用先文献に、すべてに DOI といったような識別子が付与されていれば、その他のタイトルといったようなメタデータは DOI を指定することで API で取得可能なので、識別子のみの入力でいいのですけれども、今回の試行では識別子がない引用先文献がたくさんありましたので、著者、タイトル、雑誌といったメタデータ項目の入力もお願いしました。また、これらの著者、タイトルといったような情報は、基幹リポジトリで引用文献リストを表示する際にも使用しています。で、こちらが続く入力をお願いした項目になるのですけれども、特徴として識別子とは別にリンク先 URL というものを設けています。で、これは基幹リポジトリから引用先文献へのアクセスを容易にすることを目的として設けた項目です。で、ここでは引用先文献の種別が図書または図書部分である場合には、その図書のサイニーブックスの URL を入力いただきました。試行の対象となった記用は日本語で書かれているものであり、読者の多くが日本の研究者であることを想定して、彼らが引用先となっている図書を見つけやすくするようにするために、ここではサイニーブックスをの URL を入力いただいています。また、オンライン公開されていない論文の場合には、サイニーアーティクルズの URL の入力をお願いしています。こちらは作成された引用データの一部です。Excel で納品いただいたのですけれども、各列が前のスライドの入力をお願いした項目にそれぞれ対応していることになります。続いて、オープンサイテーションの定義に戻ってみて、オープンサイテーションの実装のために必要なことを改めて確認してみると、引用データの3つの原則である、構造的分離可能オープンについては、納品いただいたデータを元として、おおむね実現することが可能だと思います。で、引用データの引用元、引用先となっている文献の2つの原則として、こちらもペローニ先生に触れていただいたと思いますが、識別可能と入手可能ということがありました。引用元文献には、どちらの記用も、教育学研究科起用であればハンドル識別子、人文学法であれば DOI が識別子として、付与されているので達成しています。ただし、引用先文献については、不明なので、各起用論文が引用している文献の種別と、種別ごとに識別子が与えられている割合というものを調査してみました。で、こちらがその調査結果となります。で、各行がそれぞれの文献の種別で、件数と識別子がある件数と割合が記載されています。こちらの文献の種別は JP コアスキーマに沿って入力いただいています。で、例えば人文学法では、対象となった論文が合計229件の図書の一部を引用しており、それらのうち 44.1% に相当する101件に識別子が与えられていることがわかります。で、どちらの起用でも学術雑誌論文を多く引用する、科学、技術、医学といったような文献と分野とは異なり、図書の特定の章といった図書部分や図書が多いことがわかります。で、特に人文学法では引用先文献の種別が多岐にわたることが観察されました。で、また、教育学研究科ではほとんどの引用先文献に識別子が与えられているのに対して、人文学法では識別子のない文献が多くなっています。で、さらに人文学法では、文献の種別の判断がつかないものも多かったです。で、これは日本語、英語以外の、また、1930年代などの非常に古い資料で判断することが、難しかったと言えます。で、人文学法といったような、人文学分野の文献で、引用文献の、時代が非常に広い時間にわたることは、ロマネロ先生の講演でも指摘されています。で、この試行で明らかになった課題についてご紹介したいと思います。で、今回は教育学研究家の起用と人文学研究所の起用を対象として引用データの組織化を行いましたが、外注先からいただいた質問などから圧倒的に人文学法の方が難しかったと考えられます。まず引用元文献から引用先文献を読み取る際の課題ですけれども、引用先文献を記述する方法が特に指定されていないということが挙げられます。例えば、とある論文は参考文献の章で引用文献をまとめて記述しており、別の論文は本文中の注や、本文中の表に記述していたりといったようなケースが散見されました。で、これは人間が読み取る際には大きな課題とはならないかもしれませんが、引用データの構造化の手法として、科学分野や工学分野や、医学分野で行われているように機械学習といったような手法を適用する際には大きな課題となることが予想されます。また、引用先文献の種別が非常に多いので、識別子が与えられていないものが、多いことが判明しました。で、あらゆる学術資源の識別方法の検討が必要となってきます。最後に、特にこれは人文学法の文献に該当するのですが、漢字、アルファベット以外の文献で記述された引用先文献が多数観察されました。で、これについては書誌情報を読み取ることが難しく、作業には専門知識を要することも課題であると言えます。で、こちらは、引用データの利活用ということで、京都大学の機関リポジトリである紅で引用データを表示した、スクリーンショットになっています。このように、文献の書誌情報を示すページの一番下のところで、参考文献ということで、それぞれの参考文献と、その参考文献の、リンクを示しています。引用先文献のリンクが利用者の学術探索行動に与える影響といったようなことを観察するために、各起用論文のページに付与された引用先文献へのリンクのクリック回数については、Google Analytics の機能により取得できるように設定しています。引用先文献へのリンクを実装してから日数は経過していないのですけれども、昨年の12月7日から今年の1月27日までの期間に合計469回のクリックはありました。クリックした人数におおよそ対応すると思われるユニークイベント数については390でした。で、各イベントについて見てみたところ、特定の引用先文献へのクリックが多いといったような現象は見られませんでした。また、まだ日数はそんなに経過しておりませんので、今後もクリック数を観察していきたいと思っています。最後に、こちらがこの講演の最後のスライドになります。で、この、講演では、京都大学図書館機構における起用論文のオープンサイテーションの施行ということで、オープンサイテーションの実践について発表させていただきました。引用データの組織化については、外注して行ったのですが、特に人文学分野の起用では、引用先文献の種別が多く、識別子がないものが多いといったような課題がありました。引用データの利活用としては、紅で引用先文献のリンクの表示により研究の検証可能性の向上に貢献することを期待してこのような活用を行いました。で、クリック数を短い期間で、観察しましたが、まだ期間は短いので、今後も継続して、学術情報の探索行動に与える影響を、クリック数を観察することなどによって調査していきたいと考えております。で、最後に引用データの公開ということで、今回、作成した引用データは、紅で表示するだけではなく、ウィキデータやオープンサイテーションズといったような、相互運用性のあるような基盤で公開していきたいと考えております。また、JALC が昨年末に、JALC REST API という機能をリリースしており、この API では引用データの取得が機械可読な形式で可能となっておりますので、JALC DOI が付与されている起用論文については、JALC でこのようなデータを公開できるように、登録などについても検討していきたいと考えております。以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。